はい、皆様お疲れ様です。シュチュバンです。今日はですね、2022年の4月21日、1時3分となってます。はい、今日はですね、テラについてですね、気になったニュースをね、お伝えできればなと思います。はい、テラのドゥコンさんですね、には100億ドルのビットコインプランがありますということで、記事が、ブルームバーグさんから出てるわけですね。はい、この写真の方がドゥコンさんなんですけど、30歳ということで、非常にその韓国でね、はい、暗号通貨関係でもですね、かなり、名を馳せてる方ですね。はい、今年ですね、この、ドゥコンさんが率いるグループはですね、彼の、テラステーブルコインを支えるためのビットコインで15億ドル以上を購入と。はい、で100億ドル相当のトークンを購入する計画で、暗号通貨の群衆を驚かせたと、界隈をね、驚かせたということでね、非常に注目が集まっているわけですね。元の暗号通貨の最大のクジラの一つであるだけでなく、ブースターと否定論者の引火点にもなりましたと、いうことで、はい、いろんなね、意見があるわけですけど、かなりね、注目されている内容でした。意見はいろいろですが、購入をね、ドゥコンのビジョンを現実に一歩近づけるための大胆な動きと、ポジティブな意見とですね、会議論者においては、お金が足りなくなるプロジェクトから注意をそらすのは必死の策略だということで、2つに分かれるわけですね。大きくね、2つに分かれるわけです。このようなことでですね、現在、15億ドルの、ビットコインを購入ということでね、15億ドルですよね。はい、日本円にしたらね、1500億円以上ね、ビットコインを買っているということになります。そして100億ドル相当のトークンを購入する計画ですね。はい、ここからまだまだね、買う予定になっているというかね、はい、すごい勢いだなというところですね。はい、コインデスクさんの記事でもですね、UST が3番目の大きいステーブルコインということで、テラのね、ことをね、紹介していますね。はい、この記事はですね、2022年の4月19日のね、記事になっているわけですけど、はい、24時間で 17% のね、上昇ということで、ルナが上昇してきましたということですね。で、価格もですね、90ドル以上になっていると。現在、相場見ると、1万2000円ぐらいですかね。日本円で1万2000円ぐらいのルナの価格になっております。ルナはですね、マネーマーケットプロトコルテラのガバナンストークンということで、テラのアルゴリズムによる、ステーブルコイン UST がバイナンス UST をね、倒しっていうことで、要は時価総額を超えたわけですね。はい。で、3番目に大きいステーブルコインになったと。微妙なね、差で、ちょっとバイナンス UST を超えているわけですけど、すごいね、価格、時価総額が上がってきているということには変わりないということですね。はい、ステーブルコインは法定通貨に固定された暗号通貨であり、各トークンは予備の同僚の法定紙幣によって裏付けられていると。UST のようなアルゴリズムのステーブルコインはこれを一歩先に進め、ビットコインなどの資産を一元化されたサードパーティーに依存せずに、それらの資産のバケットによって支援することができると。はい。2月、ジャンプクリプトが主導する、主要な暗号通貨ファンドはですね、予備の裏付けとしていくつかの資産を購入することで、UST のペグを維持することを目的としたシンガポールを拠点とする非営利団体であるエルナファウンデーションガードに10億ドルを投資したということで、これも結構話題になっております。ルナファウンデーションガードですね。それ以来、ビットコイン、アバランチの AVAX ね、アバックスですかね、その他のステーブルコインを購入したと。データによると、先週テラは現在の価格で8億9000万ドル相当の、1000万ルナを寄付したと、ね、いうことで書かれてますね。執筆時点での、準備金はですね、現在 24.8 億ドルで、69% がビットコインで保有されているということになっているみたいですね。はい。はい、この記事はですね、4月14日の記事になってますが、テラフォームラボはですね、ジャンプクリプト
はい、先ほどもね、ルナファウンデーションガードのね、話があったと思うんですが、まあ、この、ジャンプクリプトとかがですね、まあ、関わってきているわけですね。はい、まあ、シンガポールね、2022年4月13日ってことで、まあね、ここに書かれているね、名だたるですね、パートナーとの、ね、グローバルファンダーフェローシップを開始ということになっております。まあ、テラグローバルファンダーということでね。フェローシップの、まあ、目的はですね、一流の初期段階の VC 企業、アクセラレータープログラムおよびハイテクユニコーン企業と協力して、テラブロックチェーン上に、DAPS を、構築するために必要なリソースを備えたプロジェクト創設者を、特定してサポートし、それによって拡大を支援することと書かれてますね。はい、テラに関しては TVL が、まあ、2番目の大きいブロックチェーンということで、現在のマークはですね、約280億ドル。ね、イーサリアムに次ぐものですということでね、まあ、非常に TVL 大きいです。まあ、テラブロックチェーンにはですね、まあ、エコシステム内に数百万人のユーザーがいてですね、過去18ヶ月で急激な成長を遂げたということになってます。75以上のね、プロジェクトがですね、まあ、世界中で、あるということでね。まあ、それがですね、まあ、一例となってまして、分散型ステーブルコインのスイートに支えられたテラの UST は、時価総額が約160億ドルの全ての分散型ステーブルコインをリードし、ネットワーク上のアプリケーションのまとまりのあるスイートを拘束する優勢な資金として機能しますと。はい、いうことで、書かれてます。はい、それでですね、テラフォームラボの、開発責任者の方、ね、がですね、まあ、これからね、パートナーと協力してテラ分散型経済の拡大を促進していくと言ってまして、あと CEO のデュコンさんはですね、テラと UST は、アンカー、アストロポート、リスクハーバーというんですかね、それからスターダーなどのプロジェクトの助けを借りて、ホーム内成長と採用を経験したので、より高品質のプロトコルでその勢いを継続したいと考えているということです。はい。フェローシッププログラムでは、UST またはテラブロックチェーンを利用した斬新なアイデアを通じて分散型経済を促進することに情熱を持っていると。はい。いうことで候補者を募集しているということになってます。はい。本当にね、勢いのあるテラということになってますね。はい、ね、テラのエコシステムにはですね、まあ、多くのね、プロジェクトがあってですね、どんどんね、生まれてきているわけですね。で、まあ、ゲーミングとかもね、まあ、いろんな、ジャンルあるわけですけど、まあ、それ以外にも、まあ、NFT もそうですけどね、プロジェクトによってはですね、そのテラを支えるようなね、プロジェクトが結構出てきているので、まあ、例えば、まあ、テラの、まあ、弱い部分とかですね、はい、いうところで、まあ、サポートをするようなプロジェクトとかね、まあ、そういったものも結構多くてですね、非常にこう、まあ、各プロジェクトが、まあ、このテラを支えようとしているようなね、動きっていうのもあってですね、非常にこうなんかすごいなっていうところでね、ちょっと注目しているところでもあるんですけど、はい、本当に、面白いと思います。はい、この記事もですね、ちょっと面白かったので見ていきたいと思うんですが、まあ、コインゲッコのデータによるとですね、まあ、取引量がバイナンス USD を超えたということでね、はい、あります。で、まあ、時価総額でいうと、まあ、USD は、まあ、この記事はですね4月18日ですねに更新されているんですけど、まあ、時価総額でいうと USD がですね、まあ、175億8000万ドルに対してバイナンス USD は175億4000万ドルということでね、約4000万ドルの差があるぐらいのね、ところで、まあ、USD が上回ったということになってます。はい。ただ、過去24時間以内の BUSD、ね、バイナンス USD に関しては取引量は30億ドルを超えているけども、USD の取引量はわずか6億7200万ドルということなんですね。はい、その全然その取引量が違うのに対してですね、まあ、時価総額もね、が同じような値になっているということでね、はい、あります。はい、まあ、そのテラの UST の供給の増加っていうことで、
まあ、一番ね、まあ、人気があると言ってもいいね、アルゴリズムのステーブルコインになっていると、思いますし、ルナトークンの価格の上昇ね、それからビットコインでトークンをバックアップするというね、ルナガードファンデーションの決定などの様々な要因に引き付けられていると話題を書かないわけです。はい、アルゴリズムステーブルコインは他の要因の中でもとりわけ1ドルのペグを維持するための市場の動きに依存すると。はい、ステーブルコインは2021年6月の約19億ドルからですね、昨年11月までに、まあ、60億ドルを超えるまでに成長したと、ね、いうことで、まあ、供給が、まあ、急速に伸びているということでね、はい、まあ、最近特にそうですね。はい、あとはですね、その、まあ、供給量が一致しませんみたいなことでですね、まあ、疑問を提起した、取引量と一致しませんみたいなね、内容があってですね、その会議論者に関しては、アンカーにルナをかけることに対して高い報酬を提供するため、テラを持続不可能な TVL ファームであると、まあ、言っているということですね。で、先月ルナの価格は1年間の現在の価格よりもはるかに低くなるという賭けが行われたと報告と。はい、それから、会議論者に関しては、まあ、ルナは長期的な可能性のないポンジスキームと。ビットコインやその他のデジタル資産の基礎、購入が開発者のトークンに対する不信の証拠であるという事実も指摘ということで、まあ、否定的な意見も確かにあるわけですね。いろんなね、意見があるわけですけども、まあ、いろんな、まあ、手を考えているなっていうことで、まあ、柔軟性のあるプロジェクトだなというふうにね、僕はね、思ってますし、はい、今回の、ドゥコンさんのね、計画としては100億ドルの相当のですね、ビットコインを保有するようなね、動きが、まあ、出てきてまして、まあ、15億ドルはですね、現在ビットコインで持っているということになってくると思います。はい、まあ、そのテラのね、まあ、人気というかね、ユニキがあるわけですけど、やっぱりその人気になる理由っていうのもね、やっぱりあると思うので、はい、まあ、他のね、チェーンでもですね、まあ、行き来ができるようになってきてますし、本当にその、まあ、使いやすいね、UST ね、使いやすいのかなというところでね、まあ、広まってますよね。まあ、現在はね、まあ、IBC も接続っていうか、まあ、テラ IBC に接続していますんで、まあ、コスモスエコシステム内でもね、行き来できますし、まあ、その他ね、ワームホールとか、まあ、いろんな形で UST っていうのがですね、行き来できるようになってますということですね。はい、今後のね、ドゥコンさんの展開とかもすごい、面白いですし、まあ、アンカーもですね、非常にね、テラのトップ2のね、一つのアンカーですねに関しても利回りが 19.5% ぐらいっていうことで、まあ、非常にね、安定した利回りっていうことで、まあ、人気がありますね。で、最近ではリキッドでですね、B アトムっていうね、アトムを運用するようなね、こともできてきてますし、はい、非常に面白いかなと思います。それからミラーですね、ミラーに関しては、まあ、ドゥコンさんからですね、アメリカの SEC に訴訟を起こしているような形になっているのかな。まあ、現在まだ時間かかりますが、ね、株式のね、関連のね、まあ、ミラーとなっているわけですけど、まあ、そちらも僕はね、まあ、グレーゾーンと言われていますが、まあ、面白くなってくるんじゃないかなっていう、まあ、自分では、自分としては期待しているところです。はい、まあ、その他ね、 NFT 関連もすごいね、人気があって、テラはですね、非常に、種類が増えていますね。はい、まあ、いろんなプラットフォームが立ち上がっていてですね、はい、まあ、僕の Twitter のアイコンとかもそうなんですけど、まあ、NFT がね、活発に種類が増えて、まあ、取引がされるようになってきてますね。まあ、代表する、まあ、テラの代表する NFT だとギャラクティックパンクスっていうね、ものがあったりとか、まあ、ルナブルズとか、まあ、いろいろあるんですけど、はい、まあ、非常に面白いなというところで、まあ、NFT に関しては、ね、どんどん、まあ、広がってきてるなというイメージですね。はい、まあ、ゲーミングの方もですね、スターテラって言って、まあ、いろいろあるわけですけど、まあ、そちらの方のね、コラボのニュースとかっていうのが半端なく多いので、まあ、いろんなゲームとね、なんかやっていくのかなっていうところで、まあ、勢いが止まらないですね。はい、まあ、見てると、まあ、情報を見てるとそんな感じになってます。あとおまけでですね、この、はい、このリープ
ウォレットっていうんですかね、これがですね結構僕好きな、ウォレットになってるんですけど、まあ、テラブロックチェーンでトークン保存送信交換およびかけるための最も簡単で安全な方法っていうことで、あのアトムで言うと、まあ、コスモスで言うとですね、まだまあ、ローンチはしてないですけど、エミレスみたいなね、ここでまあいろんなことができるようなね、ウォレットになっているっていうことで、これをですね、あの今後、まあ、iOS と Android もね、もうすぐリリースされるっていうことなので、はい、一応ね、まだ今のところメールでね、登録することができるんですけど、はい、これも面白いなと思ってます。まあ、安全性に関してもそうですし、あとテラスワップ、アストロポート、ループと、まあ、最高の価格で交換とかね、アンカー、スターダ、その他多くの、まあ、テラダプスですね、ウォレット内で、まあ、できると、ステーキングもですね簡単にねこの中でできたりとか、はい、財布の中に直接ステーキングすることがねできるとね、あと NFT に関してはですね、コレクションをですねこのウォレット内で、まあ、表示できるようになっているということでね、はい、非常にそのね、例えばプラットフォームに接続せずともですね多分、見れるのかなと思いますので、まだ僕もやってないんですけど、非常に面白いというか、簡単にですねいろんな、取り扱いができていいなというところでね、ちょっと注目しているねウォレットになってます。まあ、これはですね、まあ、早期の、アクセスをでですね、トークの報酬っていうのもあるみたいなので、まあ気になる方はね、まあ、ぜひ、やってみてください。はい、まあ、URL の方はね、YouTube の概要欄に貼り付けておきますので、はい、よかったら、そちらからでもいいですし、まあ、公式の方からでもいいですしね、 Twitter とかでもねあるので、はい、試してみてくださいというところです。はい、ということでね、本日はね、テラのことで、今日は動画の方を作ってます。アトムの価格もそうですけどもね、まあ、市場全体も今ですねちょっと上がりつつあるのかなというところですし、まあ、著名な方ではですねビットコインのね、価格がですね今現在、まあ、500万台ぐらいですけども、それがですね、まあ、1億はいくだろうということでね、はい、言われている著名な方もいるぐらいなので、まあ、そこまでいかないにしろですね、まあ、かなりねまだまだ伸びしろあるなというところなんですね。本当にビットコインもですねまだまだこれからだと思いますし、この市場全体がですね、はい、まだまだ小さいので、これからどんどんですね、普及していくんじゃないかなというふうにね思っております。はい、まあ、その中でもテラは本当に独自のね経済圏というか、まあ、強い経済圏を持ってますんで、はい、まあ、非常に面白いと思います。はい、ということでね、まあ、本日はですね、まあ、テラの今後ということでですねお伝えできたかなと思います。はい、ということでね、最後までご視聴いただいてありがとうございました。それでは失礼いたします。